で僕、サイゼリアでもスシローでも美味しいと感じられるので、でナマルウでもいいんですけど、<laughs> そして、いやー、田岡おもしいわーっていうのもあったりするので <laughs>、えー、ひろゆきさんは、人はどうやったら幸せになれると思いますか。といロンでいくとその、ハーバード大学が70年ぐらい研究しているのによるとあの、知り合いが多いと幸せになれるそうです。 壁が儲かるとかよりもその、自分が考えてることとかを共有できる友達とか家族とか親戚とかが多い人の方が幸せを感じやすいというのが出ているようです <laughs> なんだっけ、真鍋かおりさんだったっけな、なんかあの、年を取ると、同じ趣味でお、ま、同じ経済ランクの人が減るから、結構大変みたいなのが。 なんかネットかどっかに書いてたらしくて、で結局、そのあのあ高校とか大学の友達って、あまあ、経済的には高校生、大学生ってほぼ変わらないじゃないですか、お小遣いで暮らしてるから、あの,、まあ、その,なんかあの石油王の息子とか別、ね、でそうじゃない状況で、でまああの生活としても高校生、大学生とか一緒で、みんな仲良しってなるんですけど、のじゃあ、大学に行った時点で、エフランク大学とかそう,いう有名大学とかで多少の差が開いて、 で、就職すると、その年収500万になる人とか、年収200万になる人とかでもう生活ランク変わっちゃうんですよね。で、じゃあ、その真鍋さんがタレントさんなので、年収なんか数千万なのかなわかんないけど、そうすると、じゃあ、同じような生活をして、数千万円の年収があって、同じ年齢の人ってなると、やっぱり少数になるんですよ。で、そういう人としか付き合えませんっていう人であれば、付き合う人いないから面白くないよねってなっちゃうんですよね。でも別に僕、あの基本一切終わらないので、 貧乏人と生活変わんないんですよねなので別にその年収300万円の人と僕多分生活あんまり変わらないんですよ生活スタイルはただ本当に金が必要になった時は使えるんですけどなのでその生活水準をそのなんか収入的な面で合わせた人としか仲良くなれないという概念があんまりないんですよねなので別にそのスシローでもいいし別にあのサイゼリアでもいいのですよで僕サイゼリアでもスシローでも美味しいと感じられるのでで、ね、丸とでもいいんですけど なので、そのなんか、収入レベルが同じじゃないと、話が通じないというのはあんまりないですよね。で、僕、頭のおかしな人の話聞くの好きなので、なであので、頭がいい人と一緒に話をしたいは、頭がいい人と話をしただけの面白さあるんですけど、その頭のおかしな人と話した時の面白さっていうのもあるので、その、アタオカの人と話をして、いやー、アタオおか面白いわーっていうのもあったりするので、なでそので、なんか、人間の許容度っていうのがある方が、割と多くの人と話ができるので、幸せになるんじゃないかなと思いますけど。